それでは、機械学習の手法について自然言語処理研究室 B さんの菅敦が発表いたします。今回の発表ではワードツーベックと、リカレントニューラルネットワークについて発表いたします。まずワードツーベックについて発表いたします。ワードツーベックは、単語の意味や文法を捉えるために、単語をベクトル表現化して次元を圧縮したものになります。単語を実数値ベクトルで表すことでニューラルネットの入力に使用可能になります。表現豊かなベクトルで演算処理もできるように単語の分散表現を使用しています。ではこの、単語の分散表現について説明をいたします。分散表現とは、単語をベクトル化して表現する定量化手法になっています。各単語の意味を10次元から1000次元程度の実数値ベクトルで表現いたします。このように、実数値のベクトルで表現することにより、単語の意味を捉えているかのような演算を行うことができます。具体的にはこちらに示すように王様から男を引いて女というものを足したら、女王というような、単語が演算できるというように、単語の意味を捉えているかのように演算を行うことができます。この根底にある考え方は、単語の意味はその周辺単語の分布より知ることができるというような考え方になります。これにより、ベクトルの値を、求めます。具体例を示します。昨日読んだ本は面白かったというような文を、単語に分けるとこちらのようになります。この単語に分けた中で、本という、単語について見たときに、本の狂気単語の自立語を、抜き出した場合、昨日、読む、面白いといった自立語が得られます。そして、このように得られたので、各自立語の頻度を求めることもできます。ここで辞書の単語を V 種類とすると1から V までの ID が付与できるので、こちらのように各単語の出現頻度をベクトルで表したものが本に対しての本のベクトルになります。これを正規化することで本の意味を表すベクトルになります。続いて今回の学習に使ったコーパスです。ちょっと文字が小さくて読みにくいのですが、こちらに示すようにいろいろな文章からなるコーパスを用いて学習を行いました。その学習結果です。例えば IBM といった文字、単語について、出すと、IBM 社は、コンピューターなどの、開発、コンピューター関連の製品やサービスを開発しているので、マシンといった単語が一番多く表記されて値が大きくなっています。またデジタルも同様に大きい値がセットされていることが分かります。またマンデーについては月曜日ということで同じ曜日であるフライデーの値が大きくなっています。今回学習回数が少ないのでチュースデーなどサースデーなどの値が小さくなっていますが、学習を行うさらなる学習を行うことでこの値がもう少し大きくなると考えられます。ではこのワードツーベックの応用例についてです。まずアイテムレコメンドについてです。こちらは例えば通販の商品の推薦など推薦についてのものになります。単語のベクトル表現を学習し類似度を計算することでアイテムレコメンドの精度が向上します。また機械翻訳にも用いられています。言語間の変換表について従来では手動と確率的な方法で構築していくしかなかったのですが、このワードツーベックを用いることで英語とスペイン語との単語データセットにおいて 90% の精度で変換できる変換表を自動で生成することに成功したそうです。続いて Q&A やチャットボットについてです。日付や時間といった固有名詞数値表現を抽出することにより例えば午後8時に牛丼を1つお願いしますといったような文から各品名の指定、牛丼や個数の指定、時間の指定などの入力フォームがなくてもその文のみで注文や質問の返答を行うことが可能となります。最後に感情分析という応用例があります。ソーシャルネットワークの絵文字付きの投稿などをこの絵文字について分散表現を行いワード
ードツーブックの解析を行い、分類することで、感情分析を実現することが行われていました。ではこのワードツーブックの弱点についてです。ワードツーブックは対義語に弱いです。例えばこちらの2文、私はあなたのことが好きです、私はあなたのことが嫌いですといったような、例文があったとします。この2つのうち、対義語である好きと嫌い以外の文は同じ文脈で同じ文で構成されています。ワードツーブックは、単語の意味はその周辺単語の分布より知ることができるということで、同じ文脈に登場する対義語はワードツーブックでの判別が難しくなります。同じ、この好きと嫌いというものが判別できないため、難しくなります。では続いて、リカレントニューラルネットワークについて説明をいたします。まずこれは、ストーリーでは前回の文脈を前提として次の展開が進みます。例を示すと、まず運転をしている際、車を運転している際、歩行者が飛び出しそうだと思えば十分な間隔を置いて走行します。このように前回の文脈を前提として次の展開が進むような文脈を考慮することのできるニューラルネットワークのモデルの一つがリカレントニューラルネットワークになります。このリカレントニューラルネットワークは純電波型のニューラルネットワークなのですが、一般的な純電波型ニューラルネットワークでは固定長の入力、そして固定長の出力のみしか行えません。しかしリカレントニューラルネットワークでは入力値と出力値に可変長のシーケンシャルデータを使用することが可能です。このリカレントニューラルネットワークを用いたものの代表的な応用例として言語モデルの構築があります。ではその言語モデルについて説明をいたします。まず言語モデルとは、今回の言語モデルとは文 S が現れる確率 PS を与える確率モデルとなっております。例えば文 S が N 個の単語列、このように表す N 個の単語列で構成される場合、この確率 P の式はこちらのようになります。これを展開していくと最終的にこの式になるのですが、この式のうち赤で示している V について説明いたします。この P の括弧の意味は、ある単語列 Wi から Wt-1 までの、単語列が与えられたときに次に与えられる単語 Wt を予測するモデルとなっています。このようなモデルが言語モデルになっております。ではこの言語モデルを得た際のメリットについてです。例えばこちらのような生命保険を解約するといった文章のうち、保険というものがひらがなで構成されている文について説明いたします。この保険とひらがなで書いてある部分を漢字変換したいと考えたときに行われるものとして、いくつかこのように変換候補を提示し、それらから最終的な解を求めるということが考えられます。この時言語モデルを用いることによって、これらの出現確率からどちらが正しいかを選択することができます。続いてこの言語モデルを得た際のメリットのもう一つのものとして文の生成に利用できます。この文の生成なのですが、例えば要約文生成など最終的に自然言語の文を出力する際には言語モデルが用いられます。このように言語モデルを用いた際には複数のメリットが存在します。ではリカレントニューラルネットワークの実際の学習に移る前にこの言語モデルの評価について説明をいたします。一般的にパープレキシティというような評価が使われます。これはモデル M のエントロピー H のパープレキシティが2の H 乗となるといったような計算から求められます。この時のエントロピー H の値はこの式から求められます。この式のこの P の意味は言語モデル M を使用した場合の単語 Wi が出現する確率となっております。これをログ2の値を取り、マイナスログ2の値を取り、この D の大きさ、評価用コーパスの単語列の数で割ることでエントロピー H の値を求め、その H からパープレキシティを求めるのには2の H 乗というふうになっております。このエントロピーもパープレキシティも言語モデルの複雑さを表す値となっており、どちらも値が小さい方が良いモデルということができます。
では学習について必要な、事柄について説明をいたします。まず、必要な単語として1エポックということについて説明をいたします。これは、コーパスを最初から見ていき文末記号を読み込むこと、つまり各文に対して、その時点での、文 S のパラメータを更新するといったことをしていき、これをコーパス全体まで行うことで、1エポックが終了したと考え、いうふうに、表現します。これを繰り返していくことで学習を繰り返し精度の高いものを目指していきます。で今回の学習についてですが、評価用のコーパス全体を扱うには計算量が膨大になり大変だったので最初の1000文で評価をいたしました。その学習結果がこちらになります。1エポック目から5エポック目まで進む学習を重ねていくごとに値が小さくなっていき、複雑さが少なくなり良いモデルに近づいていっているということが分かります。ではこのリカレントニューラルネットワークの応用例について説明をいたします。まず機械学習が応用例に挙げられます。以前 Google 翻訳の精度が向上したというようなニュースが流れたと思うんですが、それは Google 翻訳においてリカレントニューラルネットワークのニューラルマシントランスレーションというものを用いることで翻訳精度を向上させました。またその他にも今回は説明していないのですが、コンボリューションニューラルネットワークというものとリカレントニューラルネットワークを組み合わせることで音声認識や画像から要約文を生成することや、逆に説明文から画像を生成するといったようなことが実現可能、応用例として挙げられます。まとめです。今回は機械学習の手法としてワード2ベックとリカレントニューラルネットワークについての概念や応用例などについて説明をいたしました。参考文献は以下の3点になります。以上で発表を終わります。